ドナルド・ギリース、ドナルド・ブルース・ギリースは、カナダの数学者にして、計算機科学者であり、ゲーム理論、コンピュータの設計、ミニコンピュータのプログラミング環境などの業績で知られている。ドナルド・ウィー・ギリースは、カナダのトロントに生まれ、トロント大学附属高等学校に進学した。このオンタリオ州の学校では学年をスキップすることになるため、 彼は18歳で13年生の協定を終えた。ギリースはトロント大学1946年から1950年に進学し語学を専攻として7つの語学コースを最初の学期に受講し始めた。次の学期には彼は高校時代から好きだった数学を専攻するよ、切り替えた。1950年の数学コンテストで ギリースと親友のジョン・ピー・メーベリーは、トロント大学一押しのチームを点数で上回ったので、ある。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の大学院で一年を過ごした後、ギリースは、ジョン・ピー・メーベリーの勧めもあって、ジョン・フォン・ノイマンの下で学ぶために、プリンスン大学に転校する。彼の関心領域は、第一に、コンピュータの設計であり、第二に数学であった。 プリンストンに移ってからも、彼は、イリノイ大学の研究者と共に、メリーランド州にある、アバイ実験場のオードバッツコンピュータの立ち上げを行っている。彼が、卒業研究をしていた時、フォン・ロイマンはまだ発明されていなかった、アセンブラの開発のためにリリースが時間を費やしている、ことに気づいた。フォン・ロイマンは怒って、それを即座に止めるように言った。 というのも、ノイマンはコンピュータが、そのような、さまつなタスクを実行するために使われることはないと、信じていたから出る。プリンストンでのわずか2年の研究の後に、ギリースは1953年に25歳で、博士号を取得した。博士論文は、コントリビューションス・ツー・ザ・セオリー・オブ・ゲームズ、ゲーム理論への寄与として出版された。彼はその中で、 ヒゼロはゲームの安定界の集合をコアとして説明している。その後ギリースはイギリスに行き、NRDC、ナショナルリサーチデベロップメントコーポレーションで働いた。そこには、フェランティ社の初期のペゲセスコンピュータがあり、彼はそれを使用している。当時、米国政府は、カナダ人を含めたすべての若者を、朝鮮戦争に向けて選別していた。 ギリースが1956年にアメリカ合衆国に戻ると、彼は36歳まで一英、徴兵的各社とされ続けた。アメリカに戻るとすぐにギリースは、アリス・イー・ダンクルと結婚し、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で教授としての仕事を得た。スプートニク1号の打ち上げのほんの数時間後の1957年の10月初め、人工衛星から信号を測定するために、 エック天文学部は特別の干渉系を用意した。ロシアの軍による打ち上げは、米国中にパニックを引き起こしたスプートニックショック。ギリースと同僚の物理学者であったジェームス・スナイダーは、エレック愛情でプログラムを書。2日以内にこの人工衛星の軌道を計算した。それによる天体位置、軌道水産表のレポートと後のネイチャー誌での公表が、 ソ連によるスプートニクが引き起こした恐怖を和らげるの役だった。リリースは1950年代終盤に3つの特許を作成した。その一つは当時まだ存在しなかったベースレジスタによるリロケーションの実装の詳細である。彼はこれらの特許を一種のジョークと考え、特許料を取らずに IBM に特許権を与えた。これは類似のアイデアの特許を誰かに取得されて、 コンピュータ業界の進歩が妨げられることを良したと言える。1958年、リリースは、イリノイ大学のエレック2スーパーコンピュータの3段パイプラインを設計した。その制御回路は、先回り制御、遅延制御、相互作用部から構成されている。この成果は、パブリックドメインであったが、しばしば世界初のパイプラインと言われる。 IBM の IBM7030 コンピュータと匹敵するものである。また、1962年のコンピュータ設計に関するミシガン会議で、ギリース自身が、オンザデザインオブ、エーベリーハイスピードコンピューター、非常に高速なコンユータの設計についてと題して発表している。エレック2コンピュータの動作確認試験の間に、ギリースは新しい3つのメルセンヌ数を発見し、 論文3ニューメルセンヌプライムス &A スタティスティカルセオリー3つの新しいメルセンヌ数と等理論でそれを発表した。検出アルゴリズムはエレック2のあらゆる機能を駆使するよう設計されている。ギリースはまたこの新しいコンピュータの設計について数学界に注目してほしいと考えていた。彼の発見したメルセンヌ数はギネスブックに掲載され、 最大のもの、に1は、イリノイ大学数学科の校内郵便施設から送られる手紙にスタンプとして押されることとった。1960年代後半になると、ギリースは学生がコンピュータに直接触れる機会が少ないことを心配するようになった。彼は、エックに働きかけて、オンタリオのワーケルロー大学のフォートランコパイラシステムを採用させた。 これはバッチ型の大型コンピュータ向けの高速な統合開発環境である。当時、ジョブ、カードの束を提出しても結果が得られるのは翌日と言うとが当たり前だった。バトフィブコンパイラでは、コンパイル、リンク、短いプログラムの実行をコンパイラのメモリ空間内で数秒でやってのけたのである。このコンパイラによって、大学は初級プログラミングコースを情報工学の 学生以外にも開講することができるようになった。1969年、リリースは、ニクラウスビルトの、パスカルユーザーマニュアルトリポートの、前すりを受け取り、北米初のパスカルコンパイラを開発するプロジェクトを、スタートさせた。大学院生、イアン・ストックスワニパスコンパイラの開発に従事し、PDP-11 乗で1970年代、初頭に完成させた。これは、 PDP-11 プラペンプロジェクトの一部であり、大学院生が PDP-11-23 のような安価なコンピュータに直接アクセスして使用することを目的としていた役中、プラペンとは赤ん坊を遊ばせておく囲い、ベビーサークルを意味する。2年後、大学院生、グレッグ・チェソンに懇願され、ギリースは1974年にベール研究所から、 ユニックスオペレーティングシステムのライセンスを取得した。チェソンはユニックスカーネルをいじった3人目の人間となり、シリコングラフィックス社の8人目の従業員となった。ドナルド・ B ・ギリースは1975年7月17日に亡くなった。46歳。死因はウイルス性心筋炎である。彼の死は予想外であった。イリノイ大学アーバナシャンペーン校では、 彼の業績に敬意を表した講演が毎年行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。